ちょライズのやつ、今日もやっていくんですけど、今日はね、ショーテゴレやっていきたいと思います。まあ、このデッキね、ラットとかも紹介していたんですけど、このゴレがね、強いということでね、やっていきたいと思います。まあ、これね、ショーテゴレして何が強いかってね、まあ、スケアミとか、結構、あとミニペとかボンバーですね。まあ、普通のゴレにはあんま入ってないので、まあ、そこら辺で逆サイを守って、許容しつつ、まあ、最初のショテゴレでね、相手を1本折り切るというデッキになってます。まあ、このデッキ使う人はみんなショテゴレしてるんでね、まあ、それが正解なのかなとか思いつつね、まあって感じですね。はい、なんですけど、まあ、ショテゴレね、まあ、された時にね、手札が終わってるとね、守れないんですよね。そう、守れない。し、逆サイ攻めても、そのね、このスキャミとかで守られるって考えるとね、ただスキャミ強いですよね、これ。ゴレって結構逆サイ攻撃して無視するプレイヤーと無視しないプレイヤーがいるじゃないですか。なんすけど、このね、無視すると見せかけて、ちょっとね、ちょっと時間経った時にスキャミポンって置かれるとね、やっぱザップとかね、こうやって構えて、こう構えるじゃないですか。逆サイホグとか投げて。で、あ、無視か。だってこの無視かの時にスキャミ来て、あーってなっちゃうんですよね。うわー、これはめんどい。これはめんどい。ボンバー、ぶん投げていきます。とりあえず初手これなかったんで、あったらしたかったっすけどね。よいしょ。今こんな感じで。とりあえずね。よいしょ。これね、強いんですよ、結構こいつ。よいしょ。で、まあ、ここは濁音だけで守れそうなので、よいしょ。はいはいはい。で、これいきまーす。バーン。とりあえずこれ、いい感じのゴレだと思いますね。若干。で、ここは、ペッカか、ペッカエレキってことはラムとかなのかな、わかんないですけど、とりあえずペッカを溶かすためにミニペと、メガゴをね、つけたいと思いますね。で、ゴレ爆破するときにトルネですって、よいしょ。マジアチを潰して、これね、ゴレにね、タゲ、OK。あー、マジかよ、それ。まあ。ボンバちゃんでね、ボンバちゃんで守っていき、はいはいはい。こいつ体力高いんですよね。これ耐えるんですよ、エレキの2発。やばいですよね、結構。これさ、体力ゲージがさ、マジさ、あれなんですよね。ダクネとかよりだいぶちっちゃいですけど、なんかあんま変わらんんですよね、そこら辺と。まあ、もう一回、ゴレ行きたいと思います。バーン。で、これで、もうね、無視。無視して、ダクネをね、つけていき、よいしょ。まあ、こんな感じですね。で、あとは、ミニペと、メガゴをつけていきます。という感じになっています。とりあえず、つけていって、もうお構いなし、お構いなしに、俺はつけていく。よいしょ。まあ、そんな感じでね、結構アドも取れたところで、よいしょ、ゴレいきます。ドーン。ワンチャンロイフグ来るかなって感じですけど。よいしょ。うわー、マジか、それは、ちょっと強いな。うわー、それはやばい、それはやばい、それはやばい。あー、やばい、やばい、やばい。このボンバー、トルネボンバーで。ボンバー、トルネボンバー、ボンバーで行きたいが、うわあ、ちょっと違くねー、それは違くねーって言ってますよ。なるほどね。はいはいはい。大体わかりました。このゲームのね、傾向がね、大体わかってきました。まあ、初手これ、できなかったんで、まあ、初手これさえできればこっちの、みたいなのがありますね。逆に初手これできないと、この、ちょっとあれなのかなとかね、思いつつね。いやー、初手これしたいっすね。なんか最初に何されたんだっけな、結構、ゴレがなかったんすね。そっか、初手ゴボウリされて、うわ、またゴレねえし。ちょ待って、俺の今日初手ゴレっていう動画なのにな。とりあえず、ボンバーしていきます。よいしょ。ボンバー、投げていって、スケアイスイズってことはロイジャイとかかな。ロイジャイかスケラかみたいなとこがありますね、大体。はいはいはい。まあ、ここはね、ミニペでカバーしていきます。はいはいはい。テスラという感じで、まあ、これゴレですね。いや、待て、
これは相手がロイジャイアン。いやこれ相手がねあれなんですよ、今テスラあったんで普通のロイジャイってボムターンなんですね。そうだからあれ待って、これクロスじゃねえって思ったらロイジャイ来ました。やっぱロイジャイでした。まあ、これ相手トルネもね使ったんで、ゴレ行きたいと思います。よいしょ。で相手はアイスウィズテスラとかでね守りに来ると思うんですけども、まあ、これはねボンバーで休養していきながら、よいしょ。はい、これが強い、ボンバーのいいところ、ボンバーのいいところだよこれが、覚えておいてくださいね。逆サイクだ、オッケー、いいね。ここでミニペつけて、スケにザップ打っていく。まあボンバーが何かしらで消されるかもしれないんで、オッケーオッケーオッケー、オッケー、オッケー、頼むよ、ぶっ壊してから、オッケー、はい、ありがとうございます。いいですね。まあ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 、そんな感じですね、そんな感じ。まあ初手ゴレできなくてもまあ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 という感じで、これねロイジェイつけられたら若干めんどいので、ダクネダイスイズのタゲを取ってから、後ろにねスケミをね秒で出したいなと思います。よいしょ。さあ、よいしょよいしょ、 OK OK で相手ライトニングでしたね。ボンバー先に出して、そうそうそう、バルキリーとかで延命されるとこれが若干出しにくいんでね、ボンバー出して OK、 これはいい、これはいいよ。でまあミニペアねちょっと若干温存しておきつつ、オンゾーンズですね、オンゾーンズ、オンゾーンズしてきつつ、ここはねトルネで手前に吸っていき、相手はね防衛トルネをね無効化させていく戦法になってます。よいしょ、いいよいいよいいですよ。ここら辺がで相手はね多分もうそろそろロイジャイ来ないといけない年頃なんで、はいはいはい、ここら辺でスケでしばいてから多分ロイジャイ来るのかな。甘い甘いと、オッケー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 、そんな感じでね、ふきふきね、ふきふきしてあげて、まあいい感じですね、割と。そう、結構ね、こういう遅延系のね、守りが硬いデッキにもね、刺さったりするんですよね。そう。なんか、スケとか、そういうデッキスケとかが多いんで、多分ね、そういう相手に、ザップが刺さるんですね、この、そう。だから、大型呪文が、このデッキない、ポイズンとか、あと、ライトニングですね、特に、がないんで、なんかね、結構守りにくいかな、みたいなね、なりがちなんですけど。なかなか、なかなかですね。なかなか熱い。なかなか熱い感じになってます。いやー、そうですね。とりあえず、これを出していき、なかなかやることがない。まあ、ザップ切ったんで、スキャミ出していきますか。とりあえず、これで、はい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 。これは、キング起動できる。あ、待って、ずれたわ、最悪だわ、もう。ちょっと待って。嘘じゃん、それは。嘘でしょ？うわぁ、もう最悪なんですけど。ザップとか打たれたら渋い。あー、待ってよー、ちょっと。ちょっと待って。トルネミストのマジでいて、サンガゴザップってことはペッカかな、これ。ペッカっぽいですね、顔が。はい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 、甘い甘いと、よいしょ、いいよ。これしかもなんかユニット結構ついてる、相手工場とあれまでやったんで結構、うえーめんどい。ただザップ相手切ってる、相手ザップ切ってるよ、いいよ、いけいけ、もう一発、あーセンキュー、あー気持ちいい気持ちいい気持ちいいですね、これは。で相手がまたなんだろう、ダックプリがあって、ダックプリがあって有能工場5ザップエレキと、うーん、これちょっとなんか普通の神器かな、普通の神器っぽいですね。なるほどなるほど。とりあえずこれはまあザッパ、マジっすか、そのなんかヤンキーな感じっていうか、ゴブリンで押されてちょっと、ああ範囲入ってるし、ゴブリンで押されてなんか早くなってましたね相手、はい、やばいやばい。でこれ多分ケツゴレしたらハシマイムート来ると思うんですよね、ライキジョーンズ的予想からするとハシマイムート来るんで、はい、これもう相手ザップ切ってるんで、これね甘いんですよね。やばいやばいやばい、ちょっと待って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 待
あぶねえ。あぶねえ、マジであぶねえ。これ一回ボンバーでパイプ切らしたい。まあまあまあ余裕でね、これケツダクネリースね、まあ、多分ゴレで折れると思うんだけど、あれ折れない、はいはいはい、よいしょ、ああ4残った、逆サイ来んのかなこれ、はいはいはい、まあこれはねとりあえずどうしようかなっつって、ふきふきとねいう感じで、まあ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 こんな感じですね、割とねゴレが通りやすい、あゴレで待って、ゴレでダメージ与えたか、俺ゴレでダメージ与えてないような気もするので、まあ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 いいでしょう。いや待って、これ初手ゴレできた、俺一回もできてなくない、初手ゴレ、初手ゴレしたいっていう動画でね、初手ゴレできなかった気がしますね。はい。なんですけどね、まあ、今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。なのでね、初手ゴレ、またね、初手にでゴレが回ってくるようにね、特訓していくんでね、またね、その特訓が終わったら、初手ゴレ動画出したいと思います。ってことで今日はこの辺で終わります。バイバイ。